はい、こんにちは、今緊急でちょっと動画回してるんですけどって言いたいだけなんですけどね。今日はバンテリンドームに最終来まして、小笠原投手今日7回1失点で9勝目、ドラゴンズ勝ちました。で、本当に申し訳ないんですけど、今日は親子ゲームだったので、今日2軍の展開がいつもの倍ぐらい早くて、4回か3回ぐらいに急いでダッシュで球場出まして、電車やタクシーに乗りまくり名古屋球場に行きまして、ドラゴンズ対オリックス戦で、片岡敦監督率いるドラゴンズ2軍、私初めて勝利を見ました。ドラフォー1軍2軍ダブルドラフォーです。イエーイ。ドラフォー片岡チャンネル始まって、中日の2軍監督になられて、開幕戦と5月6月ぐらいに試合見に行ったんですけど、全部負けてたんですよ。5月の試合は14連敗だっけ、13連敗、14連敗してる試合で、試合後も片岡監督に本当に声がかけづらくですね、細草と帰ったんですけど、今回は勝ったので、カニのカチューシャとカニのメガネをつけて片岡監督に手を振り、気づいてもらえる、最高でした。明日でね、ドラゴンズ2軍ホーム最終試合、1軍もかホーム最終なので、明日も勝ってほしいなと思います。それでですね、今日緊急で動画回してるんですけど、ツイッターが炎上しまして、見てください、こちらです。ツイート、問題のツイートがあるんですけど、読んでもらっていいですか。一昨日ぐらいの神宮の試合で、はい、昨日この人めっちゃ席近かったけど6回裏に来て8回裏に帰ってた。はい、6回に来て8回に帰ってたというツイートが、え、今何いいね、7700、やばいね、7000いいね、1039リツイート、1039、やばすぎる。めちゃくちゃ拡散されてましてですね、この件についてお話ししようと思うんですけど、まず真相としては、ヤクルトファンの知り合いと一緒に見に行く予定だったんですけど、その方がチケットをね3席取ってたんですよ。2席のとこと1席のとこがあって、で最初1人で行く予定で1席取ってて、なんか間違ってダブっちゃってて、リセールも出せない席だったから両方あるよっていう状態で、その方が仕事が押して8時前ぐらいに到着されるということで、2人の方の席が結構上の方の真ん中のちょっと入りづらい席だったので、1人の端っこの席にねずっといたんですよ。高橋宏斗投手のね素晴らしいピッチングを1人で見て感動して、で、まあ球場に知り合いいたので、その方とご飯食べたりとかいろいろしてたんですけど、まあその方が言ってるのは嘘ではないんですけど、それだけ見るとまあ事実とは異なります。別の席で見ていただけで、チケットをいろんな席を取るななどと言われていますが、リセールできない席だったので仕方なくっていうので譲ってもらってた席です。8回裏に帰ったのは9時ぐらいから別の用事があったので仕方なく帰ったんですけど、まあ、普段ですとね、皆さん知ってる通りめちゃくちゃ飲んで試合最後まで見てカップ積み重ねてイエーイみたいな感じでも酔っ払ってるんですけど、その日はちょっと用事があったので早く変えただけです。7000いいね、7000いいねってやばくない？それなんで私のツイートにいいねしないの？でもそのおかげでって言いたくないですけど、めっちゃフォロワー増えて2万人突破しました。イエーイありがとうございます。その方はツイートを消すつもりはないみたいなので、これからも拡散し続けられると思いますけど、意外と叩いてくる人もいますけど、好意的な意見をくださる特に中日ファンの方が多くて、お前はどこのファンなんだみたいなツイートが参見されますけど、片岡チャンネルでも言ってますし、 YouTube にも載せてる通り西武ファンなので、私は西武が好きで野球の仕事を始めて、片岡チャンネルアシスタントにしていただき、片岡監督が中日ドラゴンズの2軍監督になられてから、本当に今年の3月ですね、ファーム開幕戦に行きまして、リアルに一人もわからないレベルの状態から中日を応援するようになったんですけど、まあ、今となってはね全員わかりますし、今日試合って感動したんですけども、全員ちゃんとわかるし、顔も名前も特徴も覚えましたし、なんか本当にその応援していくうちにドラゴンズっていう球団がすごく好きになって、今は本当にこの前も言いましたけど青い血流れてるので、西武も青ですけどねはい、ドラゴンズも本気で応援してるので、まあそこは分かっていただければ嬉しいなと思います。まああとね、まあいろいろあるので分かってください。はい、まあ最後にはなるんですが、批判とか、まあ有名になるにあたってしょうがないと思って、まあ今まで別に何とも思ってなかったんですけど、まあ結構いろいろ来るんですよ、 DM とか、あとは掲示板とかいろいろ書かれて、インスタの DM とかで、あなたこんなこと書かれてますよって、あんたが書いてるやろみたいなの送ってくる人いるんですけど、まあそういうのに関してはね、まあ、ひどすぎると情報開示請求というのが私たちできますし、その場合ね、あなた方に一言で多大な賠償を
請求が行きますので、人のことを批判して、まあ私に限らずですけど、人のことを批判してね、あなたの人生全科持ちになって、お金も多大に取られて転落人生を歩むことになりますので、本当にそういうところは気をつけてほしいなと思います。はい、それは私からは以上でございます。まとめますと、今日ドラフォーとフォロワー2万人ありがとうございますと、インターネットの使い方には気をつけろ、震えて眠れということです。はい、ありがとうございました。それでは今からピカイチ行ってご飯食べてきます。バイバイ。あ、カニだ